ください。聞いていただくようによろしくお願いします。今回ですね、この結構人数も多くて場所も狭い場所となってますので、注意事項4つございます。その注意事項4つをですね、頭文字を取ってお話で4つございますので、一つ一つ説明していきます。まず注意事項1つ目ですね、お話の尾が引かないです。前の人とか押されたら大変危険ですので、絶対に前の人と押さないようによろしくお願いします。それと合わせまして、前柵になってますけど、こちらから手を出したり体を乗り上げたりしたら大変危険ですので、こちらも登っていただくようによろしくお願いします。アルファベットの B、3、1、
の車が通ります。アルファベットの A の車がですね、通った際は公園と電動A と乗れる20分前となります。 A の車が通られてもうおよそ20分前の合図となりますので、
ちょっと福岡県行ってみたいよって方いますか？行ったことないけど行ってみたいよ、行ったことあるけどもう一回行きたいよって方どちらいらっしゃいますか？はい、結構いますか？そんな皆さんのためにですね、私今回福岡県の観光名所ランキング作ってきました。皆さんに予想していただきますので、ちょっと代表者と何人か答えていただきます。正解してたらですね、まあ、もう正解ですとしか言えないんですけど正解ランキング3つ、第3位から作ってきましたので、まず第3位からちょっと誰か予想していただきます。答えたいよって方いますか？第3位分かるよって方いらっしゃいますか？分かんないですかね。完全に私の主観で考えてますんで、多分分かる方あんまりいないかもしれないんですけど、答えたいよって方いないですかね？いないですか？そしたら第3位は自分で言います。第3位はですね、太宰府です。太宰府ご存知だよって方はどちらいらっしゃいますか？まあ、結構いらっしゃいますね。やっぱ太宰府梅貝餅がすごい美味しいですよね。梅貝餅食べたことない方も何人かいらっしゃると思うんですけど、ここでちょっとした豆知識をお伝えしたいと思います。毎月ですね、25日は普通の梅貝餅、白い梅貝餅なんですけど、あのロボティの梅貝餅売ってるそうで、私もまだ1回も食べたことないんですけど、それ昨日ちょっと調べたら出てきて、ちょっといつか食べてみたいなって思ってます。続いてですね、観光名所ランキング2位いきましょう。2位分かるよって方いないですか？2位はですね、気になる方多いと思うんでちょっと早めに答え出しますね。2位はですね、やっぱ天神ですよね。2位はですね、やっぱ天神です。いろいろありますよね。いろいろ、まあ、洋服、古着、結構洋服好きな方多いと思うけど、すごい古着大好きで結構よく行きます。それと一緒に、まあ、ご飯も美味しいの結構あります。ちょっと長くなってるんで最後1番もうパパッと行きます。1番分かるよって方1人だけ、誰でも大丈夫です。いないですか？糸島正解です。糸島大正解。私もずっともうやっぱ1番糸島やろうなって頭の中で考えてました。糸島すごい自然豊かでめちゃくちゃ綺麗です。ぜひ行ってみてください。ありがとうございます。Thank you.
心のアルバムに収めていただけたらなって思います。出口の方から案内しますので、ゆっくり安全に。